はい、ザーゲームチャンネル99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、エッグ&エンパイアですね。まあ卵とですね、帝国という放題で出ておりましたけども、今日こちらのゲームをご紹介したいと思います。はい、このゲームなんですけども、2016年のゲームマーケット神戸の時にですね、バレンソさんの方がこれとほぼ同じサイズのこちらですね、同じメーカーのですね、まあセブンズセブンっていうゲーム、まあ2つね、入荷されていて、ちょっとこれ気になっていたので両方とも手に入れたんですけども、今日はこちらのね、エッグ&エンパイアの方をご紹介したいと思います。で、いつものね、例によってサイズですけども、A のジックスに向けてるね、ちょっと大きい 1.2 倍ぐらいの感じですかね。まあ縦横もちょっとずつ大きいぐらいで、厚みは 1.5 倍ないかぐらいですね。まあね、ちょっとしたカードの小箱サイズの箱になっています。で、中の方見てみますと、時々あるこの巻物タイプのね、ちょっと長いマニュアルが1枚と、まあタイブレイクですね、まあ、同点だった時にですね、誰が優先かっていうのを決めるためのタイブレイクトークンと、まあ卵系のねトークンがいっぱい。このトークンはね、いまいち使い勝手が実は私よく分かってないんですけども、まあ、これが一式入っています。実はこのゲーム、この裏面がですね、色に分かれていまして、プレイヤーごとにね、いわゆるワンセットのデッキを持つタイプのゲームなんですね。なので中身は同じカードの山札を全員一式持っていて、なんでこれやったら赤と青ですね、まあ、これはね、こういうの一式持っていてプレイを開始すると。で、卵と帝国っていうタイトルがあるところに、もう一つはこれ卵カードがでね、まあ、よくある話ですよね。ポイントを取っていくので、この卵の方にここね、VP が書いてるんで、まあこういうね、プラス系のいいものもあれば、爆発しちゃってるね、まあ、マイナスの卵もある。まあこんな感じなんですね。で、これが、プレイ人数によって、この卵カードを何枚使うかっていうのは、まあ決まっているので、この端っこの方にね、何人時は使いましょうっていうのが書いてあるので、まあそれでね、適切な人数にこの卵の方のカードを調整してゲームを開始するということになります。これ、ね、ゲームそのものは非常にシンプルになってました。これを4人の時を想定して4つ出してるわけですけども、これ2人からまあ6人までできるので、まあその場合はね、このプレイヤーに渡すこれが多いんですけども、人数に応じて、この卵の山札ね、なぜかこっちがね、おじさんが書いてます。こっちはね、さっきの卵なんですけども、卵の山札をこう作って、人数に応じた分だけ、ラウンドの最初のところにこんな風に表にします。で、ここでね、獲得できる VP がまあ分かるわけですけども、これでもう準備 OK で、各自ね、これが山札になっていて、ここから3枚ほど手札に取って、この中から好きなやつを1枚全員裏返しにして、全員裏返して終わったら表にすると。まあ、よくあるね、入札タイプのゲームですよね。これ結構ありますよね。で、ここのところの数字が1から10まであるので、一番数字が大きい人から、ここにある卵を取りましょうと。で、取って終わったら、まあ、当然ね、1枚使ってるので、新しいカードを引いて、全員新しいの引いて、またここに卵が出て、手札から同じのを繰り返す。まあ、こういうだけなんですね。たったこれだけなんですね。で、さっきやった、このね、タイブレイクってなので、数字が大きい方から先に取るって言いましたけど、まあ同じ数字がね、当然みんな1から10のカードを持ってるので、まあ同じ数字が出た時にどっちが優先だっていうのが分かるように、まあいずれかのプレイヤーがね、これを持ち回っておきましょうと。まあそのプレイヤーが先に優先取りましょうというようなことがある仕掛けになってます。まあ本当にこれだけなんですね。何がこれ私的に面白かったかっていうと、いわゆるこれね、非常にシンプルなゲームなんですよね。で、ここのところが、例えば、両方とも赤いマイナスのカードで欲しくない時もあれば、すごいプラスプラスで欲しい時だってあるんですよね。人数が多ければ、ここに出てくるカード大きいので、もっと選択肢がありますけども、ここのカードが欲しくない、あるいはすごく欲しいっていう時でも、手札は10枚のうち3枚しか常に持っていないので、まあ、どれを出せばいいんだ。どれを出したくなくて、より後の方残しとけ。つまり、このカードだんだん出てくるので、今大きい数字を使うよりもうちょっと後で出した方がいいんじゃないかなとかいうのをまあ考えたいというわけなんですよね。で、よくある同じ数字だったらこうバッティングしてしまうっていうシステムあるんですけど、このゲームないので、単純にでかい数字出したら、このタイブレイクマーカー持ってる人から順番で取れるので、ここのコントロールをまあうまくやりたいという欲望があるのと同時に、やっぱりね、ここにね、これはね、私、バネさんで買わせていただいたので、まあ、役のシール貼り込んでありますけど、特殊能力がこいつら結構あるんですね。で、ここの絡みがあって、
なんかちょっと面白いことが起きるんですね。例えばこれ3と8なんですけど、10しかないので8って結構強いんですけども、8って割と強いので、まあ多分取れるだろうってことなんですけど、ここにもし取れなかったらマイナス VP を食らいますよとか書いてあって、ちょっと出すとき躊躇するんですね。同時にこっちなんですけど、3なんですけど、3と8が同時に場に出ていれば、3の方がその時だけ優先、8と3が重なった時だけ3の方が強いよっていう、なんか不思議な能力を持っていて、例えばこの2つともう1個9が出てたら9、3、8っていう順番になるんですよね。そうするともう9と3で解決しちゃって、2枚がここに2枚、4人の場合、4人の場合2枚なので、なくなれば8はせっかく8を出したのに取れないし、取れなかったらマイナスを食らってるしって、もうろくでもないことが起きるとか、このゲーム9はすごく強いんですね。10の次なんで9はすごく強いんだけど、9は複数被ったらこのカードだけ唯一キャンセルされちまうんですね。なくなっちゃうんですよね。なので9だけはキャンセルされてしまうとかいうのがあったり、あるいはこの2のカードだったら取れなくてもですね、この次の山札を見て自分だけ知ってるのを場に伏せたまま出せるみたいなですね、特殊な能力があったりするので、簡単に入札してバッティングというか数字の大きさをですね比べる、もちろん10枚中3枚しかないので引きの要素もかかってるし、ここの出るところも引きにかかってくるんですけども、ここの絡みがですね、こう人数が4人とかいるとすごくなんかバカバカしい組み合わせ出るんですね。こんなちっちゃい数字取れちゃったよとか、これだけ小さい数字でしゃがんでるのになんでマイナスを食らうんだよとかですね、これ他人にカードはあげるとかいうのもあるんで、もらったばっかりのカードあげれますよとかいうのもあるので、すごくマイナスを食らってるけどすぐあげますよっていうのができたりして、非常にこのギャンブルチックなね、パーティー系のノリでプレイできるカードゲームに仕上がってるんですね。でプレイしてみた感じだと、これ4人でやってますけど、まあ4人がまあミニマムかなという気もします。でこの後5人6人になってくると、ここに出てくるカードがだんだん増えてくるのと、さっきの3と8の組み合わせで8があった時だけ3が優先になるみたいなのが、人数が3と8の組み合わせだった時に3は8がないと輝けないんですね。8が誰かいると3が優先されるっていう組み合わせがあるので、人数が多いほどそのチャンスは増えるわけですよね。でしかもここに出てくる、一度に出てくるカードの枚数が、卵が増えるので、まあマイナスもあればプラスもあるっていうことがあって、ここのコントロールが面白くなるっていう感じのパーティーゲームに仕上がってました。ルールはね非常に単純なんですね。ここのね役さえ書いてあれば、もう本当にこの山札から3枚持っておいて、このうちのうち1枚をプレイする。数字の大きい人からここの2位のものを取る。もちろんその時に特殊効果は解決する。それが終わったら、これが誰かの手札にこう、行っているので、新しいものを出すと。で、この山札がね、ほぼなくなりますんでね、ほぼなくなって終わると、ワンラウンド終了で、新しく山札を作り直して、また卵を出してくると。これを数ラウンド繰り返して、手元でね、持ってる卵のポイントの合計が多い人は勝ちというタイプのゲームになっていました。まあこの辺のね、入札タイプの、かつ特殊能力がある、ちょっと ややこしいタイプですよね。いわゆるキャンセルが数字で単純にかかるフリンケビンケみたいなタイプではなくて、ここのちょっと特殊能力があるのは、あるっていうところがね、アメリカのタイプのゲームな感じがしますけども、このタイプでもね、割とちょっと効果的に働いていて、個人的には面白いかなという感じがしました。ちょっとね、弱点もあります。このゲームね、数ラウンドプレイするんですけども、これの記録方法が用意されていないので、まあそこは完全にちょっと紙かなんかにちゃんと書かないといけないなということがあったり、このなんかね、いくつかだけくれてるトークンがあるんですけども、途中のゲームの途中にマイナスとかプラストークンっていうのが欲しいなというのがあったりするんですけど、ちょっと数とかあれがちょっと中途半端だったりするので、このトークンがね、微妙に使いづらいなというものがあったりは若干します。で、あと、ここのね、役がもともとまあ英語の状態からですね、ちょっと緩いというか、ルールがちょっと緩いので、私、ボードゲームギークで一応大体確認したりして整理しましたけども、ちょっと緩いので、まあ、プレイされてる時は各カードのね、効果の方は、もし不安があれば、まあ、ショップさんとかですね、ボードゲームギークさんとかを当たった方がいいかもしれません。はい。というわけでですね、まあ、軽いタイプのね、入札型のですね、カードゲームでありますことの、エッグオブエンパイア。まあ、卵と帝国ね、今回ご紹介しました。ちなみに、途中でちょっと喋りました。ルールがちょっと緩い点ですけども、まあ、一応ね、私なりに調べたものについては、まあ、こういうね、はがきの表裏サイズで整理したものをちょっと作ってますので、これはザ・ゲームギャラリーのね、ブログの方に後で登録しておこうと思いますので、まあ、基本的に全部は書いてませんけども、カードの広角自体の方は、まあ、私が調べて分かった範囲ぐらいは一応ちょろちょろっと書いてありますので、まあ、これもよろしければご利用ください。はい。というわけで今回ですね、エッグオブエンパイアをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。
はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。このね、エゴヴェンパイアズね、最初のルールとか読んだ時に、いや、これね、簡単に入札するだけで数字の大きいやつってどうなのよ、これ、とか、実は思ったんですよね。面白くないのかなと思ったんですけども、意外にやってみたらですね、かなりバカバカしい展開が生まれて、結局カード10枚中3枚しか持ってないので、思わぬ入札とかね、思わぬこの組み合わせがあったりするのが、なかなか面白かったんですね。実は最初に紹介しましたこのセブンズセブンもですね、なんか同じような仕掛けで、全員にね、同じカードを最初一定枚数持ってるのが、実はこっちも同じなんですね。で、こっちはセブンズセブンになってるので、実は7に引っ掛けたネタ、例えば、7つの海とか、7つの大罪とか、七福神とかいうやつがね、7種類入っていて、7749入ってるカードがあって、それをね、数字と種類別に並べていくっていう形が取ってるんですけども、同じようなこれは日清入札でというか、これはだんだんカードを並べていくタイプなんですけども、こっちは若干ちょっと私には合わなくてですね、ちょっといまいちかなという感じで実はしておったんですけども、こっちの方はね、同じような手札に配られていくタイプのシステムでありながら、この入札が入れ込むところのね、まあ展開していくところですね、当然ね、全員入れてバッと持ってた時のこの面白さっていうののギャンブル性があって、これは結構面白く楽しめましたね。